ちらダックバーグはちょっとご用心です。最大級のハリケーンエルパトが近づき、市民は準備に追われています。ナルイ、なんだよ、手伝ってくれない？嫌だよな。ミスターチャンクの超具沢山チリコンカン、しばらく外に出られないしね。言われた通り元気が出る食べ物を用意しといた。違うでしょ、体にいい食べ物って言ったの。あなたのお母さんも栄養を気にするはず。あ、何？チリチーズドッグはハリケーンの時にも生きる張り合いをくれるよ。別にいいんじゃない？また8日間チリチーズドッグだけを食べ続けて具合が悪くなりたいの？またベイクリーさん、子育てではいい加減がいい加減。あ、それが教育方針？どうせ誰かの受け売りでしょ。ママは柔軟だよ。イエイエイ。あ、何もしてないよ。いや、ヒューイな、ほら、前からずっとやってることをみんなに話せば。あと少しで原子タックについてのレポートが書き終わりそうなんだ。何ヶ月もかけてまとめた傑作だぞ。載せてもらうチャンスだからね。新しい冒険少年ガイドブックに僕の兄弟がついにプロのお宅になるんだな。嵐が来る前にガレージから価値の高い家宝を全部持ってこないと。価値の高い家宝って言った？これらはマクダック一族に伝わる有名な杖、大昔の先祖に遡るものもあるんじゃ。ああ、思い出としての価値？うえ。それじゃあ僕は部屋に行くよ。ちょっと大事な用事を片付けないとね。バイバイ。何か企んどるようじゃな。おっと。ランチパッタン、2階に行ってルイの様子を見ててくれないか。ここから離れてくれ。了解しました、旦那。ねえ、ルイ、待って。ルイ？ランチパッドを説明させて。自分専用のバスタブ？いいな。